はい、どうもこんにちは。料理開拓人の堀田祐介です。お手軽にスパイスカレーを作っていきたいと思います。コロナウイルス、インド人がですねほとんど感染してないという、カレーを食べてるからじゃないかという都市伝説があるんですけども、僕はそれを信じてですねスパイスカレーを食べて、今のところコロナウイルスには感染しておりません。では早速作っていきたいと思います。材料をちょっと紹介していきますけども、もう切ってきてます。こういう玉ねぎとか、今日ごぼうと玉ねぎと、あと牛ミンチ、そしてですね僕たちが作ってるこのグローライスという、団体チームで作ってる高アミロース米、こちらで、スパイスライスを炊いていきますね。あと友達のタクちゃんが作ってるこのメロハバネロ、こいつも入れていきます。ではじゃあ作っていきたいと思います。はい、これ先ほどのお米を油入れてね混ぜてます。油をまぶして、でスパイス、これもうミックススパイスですね。これを適量入れてもらってよく混ぜてください。1合につき 200cc でだいたい 400cc ですね。2合ですので、はい、油をね、鍋に入れて火にかけます。もうね、カレーリーフとクミン、あと玉ねぎのみじん切りを作ってきてます。強火でどんどん炒めていきます。だいぶ色づいてきたのでニンニクと生姜入れます。ちょっとだけ水入れます。香りが、水分飛ばしていきます。はい、トマト缶ですねこれは。はい、はい、スパイス入れます。ね、ごぼうも入れます。タマリンドをカットして水につけてきてるやつですね、これも入れます。塩も入れます。これココナッツミルクです。牛ミンチ入れていきます。はい、じゃあ次、蜂蜜入れます。はい、ね、オイルサーディンを焼いて食べていきたいと思いますので。じゃあこのメロハバネロのマイルドですね。これを。はい、じゃあね、ちょっと先に、オイルサーディンと、フォアグラのテリーヌ塗って食べていきたいと思います。フルーツトマトあるんでね、カットしてね食べていきます。フォアグラ、こんな感じですかね。これかな、やっぱ。いただきます。うまい、辛うま、うん、最高です。このねスパイスをテンパリングしていくんですけど、テンパリング用の鍋を忘れたんで、さっきの、オイルサーディンの空き缶、ココナッツオイルを溶かしてます。ここにホールスパイスです。マスタードシード、クミン、あとキャラウェイのシード、スパイスがパチパチになって香ばしく香ってきたんでね、入れていきます。盛り付けていきましょう。はい、じゃあ完成しましたんでね、
こちらスパイスカレーできました。はい、こんな感じで結構ね、キャンプにしては本格的なやつができたと思いますんで、いただきます。うん、最高。皆さんも、コロナウイルス気をつけてくださいね。ではまた、さようなら。